アップル iPhoneiPhone3GSiPhone3GS はアップルが開発、販売していたタッチスクリーンスマートフォンである。iPhone の第3世代で iPhone3G の後継機種。2009年6月8日にサンフランシスコのモスコーニセンターで開催された WWDC2009 で発表された。高解像度でビデオ撮影機能がついたカメラや ボイスコントロール、下り7.2メガビット、SHSDPA 対応といった、主なパフォーマンスを改善した機能を実装した。2009年6月19日に、アメリカ合衆国、カナダ、欧州6カ国で、26日にオーストラリアと日本で、8月に、世界各国で発売された。アメリカ合衆国と、 カナダ、欧州7カ国で予約が始まったのが2009年6月8日で19日に発売された。オーストラリアとイギリスでは26日発売だった。発売1週間で100万台以上の売り上げを見せた。そして7月から8月にかけて世界中で発売されるようになった。当初は iPhone 3GS として発表されたが実際には iPhone 3GS として発売された。しかし、その後は、Apple 公式サイトで、iPhone 3GS の名称が使われるようになった。iPhone 3GS の新機能は主に処理速度に、関して内部に変更がなされており、iPhone 3GS の S は、スピードを意味する。iPhone 3GS のアップグレードはパフォーマンスに、関することが主体だが、 いくつかのソフトウェア機能も独占的に導入され、後に iPhone 4にもそれらのすべての機能が導入された。搭載液晶ディスプレイは Apple が設計し、LG エレクトロニクスが生産している。3.5インのタッチスクリーンで 163t の解像度は480-320。全機種のディスプレイからの改善点として、 より色豊かに表示させるための24ビットカラーエミュレーションやディスプレイ上での指紋を軽減するための素油性コーティングが挙げられる。またタッチスクリーンは何も装着していない指や複数の指によるマルチタッチを検知するために設計されている。搭載カメラは3メガピクセルでオムニビジョンテクノロジーズが製造している。より高いメガピクセルカウントに加えてオートフォーカス。 ホワイトバランス、オートマクロ、そして VGA ビデオの録画に対応している。iPhone 3GS のカメラアプリケーションにはスライダー機能があり写真撮影とビデオ撮影を切り替えることができる。さらにタップでのフォーカス設定も可能で5倍のデジタルズームで撮影エリアをオートフォーカスしたり、エリアを抑えてオートフォーカスと自動露出ロックをしたり、 被写体のグリッドライン表示が可能である。サムスン電子設計製造のサムスン APL-0298-C05 が搭載されている。他の搭載チップで CPU は 833MHz から 600MHz にアンダークロックされた ARM Cortex-A8、GPU は Power v SGX535 である。 全機種 iPhone 3G の2倍の容量である 256MB のイドラム搭載によるパフォーマンスの向上やマルチタスキングを可能にしている。Apple は iPhone 3GS は全機種の2倍速いとしており数種類のアプリケーションのローディング時間が全機種の半分だったと発表している。過去の機種のように全てのデータはフラッシュメモリに保存されており、 シムにはなく、ストレージの増量もできない。当初は1 6イトと3 2イトモデルのみの発売だったが、大容量モデルで iPhone4 を選んだり過去モデルとなった 3GS を買う需要があったのか、後にその1 6イト3 2イトのにモデル販売終了と同時に8イトモデルも発売された3 7ト。 1219mAh の内蔵再充電可能リチウムイオンポリマーバッテリーが搭載され、フル充電と放電が400回繰り返されても、元容量の80%を保持できるように設計されている。バッテリー残量のパーセンテージ表示が初めて搭載された。Apple は 3GS で10時間のビデオ再生、9時間の Wi-Fi を使ったウェブブラウジング。 12時間の 2G 回線を使った通話、5時間の 3G 回線を使った通話、30時間の音楽再生が可能で、スタンバイ状態では300時間持つとしている。iPhone 3GS には磁気センサも内蔵されていて、端末の周辺で磁場の方角や強度を測定するのに使用される。時々特定の端末や無線信号が、 妨害することがあるためユーザーは干渉場所から移動するか端末を8の字に動かして再調整する必要がある。また発売時にコンパスアプリケーションが搭載されており磁場の方角をコンパスで表示させることができる。iPhone 3G でのトライバンドアンツ、HSDPA とクワッドバンド GSM、GPRS、Edge に加え 3GS では 下り7 2 m b ット S の HSDPA で高速ダウンロードが可能になったが、アップロード速度は Apple が、ハスーパープロトコルを実装しなかったため変化はない。他のアップデートとして、ニケ iPod センサーが内蔵されていて、外部センサーの必要性がなくなり、ニケ iPod にネイティブ対応するようになった。また、iPhone3GS での Bluetooth サーバーは、 Bluetooth 2.1の対応によって改善されている。ボイスコントロールは iPhone 3GS で初搭載された機能で声で電話機能や音楽機能が操作できる。この機能を有効にするにはホームボタンを長押しする必要がある。ボイスオーバー、色反転、テキストズームも iPhone 3GS で初搭載された機能でボイスオーバーは音楽の詳細。 システムメニューやテキストなどを音声再生する機能であり、最初に搭載されたのは iPod Shuffle の第3世代である。色反転は配色において白を黒に、黒を白に反転する機能で、テキストズームはディスプレイでテキストを拡大する機能である。iPhone 3G の背面は 3GS とほぼ同じだが、下部にある文字の部分が 3G は灰色であるのに対し 3GS は Apple のロゴと同じ銀色である。iPhone3GS のデザインは全機種と同じく背面は光沢プラスチックでユーザーが端末を持ちやすいようにエッジはテーパー状にボタンは金属製になっている。ただし、下部にある文字の部分が 3G は灰色であるのに対し 3GS は Apple のロゴと同じ銀色である。 全機種と違う点として iPhone 3GS は 16GB と 32GB モデルの端末の色を白と黒で選べるが 8GB モデルは黒のみである iPhone 3GS の評価はむね良好な方であるウォールストリートジャーナルのウォルター・モスバーグは新機能でより素晴らしい製品になったが多くのユーザーにとっては 新しいモデルを買わなくてもソフトウェアで十分賄えるかもしれない。と。インガジェットもビデオ撮影や方位計スピードバンプが我々にとって魅力的に見えないとそれぞれ述べている。それでも多数の好意的な評価を受けており、C ネットは4、5つ星の評価でバッテリーの持ちの改善やスピードバンプに関しては十分よくあなたの望んでいるが、 ままになっているかもしれない。としており、インガジェットは、パフォーマンスの改善に関して、あなたの期待を超えるスピードバンプと述べている。さらに、8GB バージョンはより好意的な評価を受け、主理由として iOS4 を搭載したことにあると、している。マックワールドのジェイソンシェルは、この端末の内部的な変更で一番、良かったのは iOS4 にアップデートしたことで、 iPhone 4と比べて少し遅すぎるものの全機種と比べて価値があるアップグレードになった。と、ティップ部はフェイスタイムやレティナディスプレイ、ジャイロスコープ対応といった特定の機能は別として、要は iPhone 3GS ユーザーは iPhone 4相当の端末にする同じソフトウェアをインストールしているということだ。と述べている。2014年2月21日に提供された iOS 6.16までのアップデートが可能。2013年9月20日提供の iOS 7.0へのアップデートには対応しない。iPhone 3GS の発売から少し後、数人のユーザーから頻繁な使用でオーバーヒートする、熱によって端末が変色するという報告が上がっていたが、 変色に関しては主に iPhone のカバーが背面で摩擦した時に生じたことが原因だったことで収束した。Apple は発熱問題に関して暑い日は車から出すことや直射日光に気をつけること、晴れや高温の日は頻繁な使用を控えるように呼びかけた。また、3GS が発売された国の安全基準に基づいて、 iPhone を使用している時に温度検知機能が働くようになっている。2011年10月の iPhone4S 発売後、3GS は無料で提供されていたが、AT&T は理由の説明もなしに99セントに値上げした。99セントの iPhone3GS はアメリカ合衆国では AT&T で2年契約、カナダではテラス、ロジャースワイヤレス。 ベルカナダ、フィドソリューションズで3年契約となっている。これは2機種のみの販売だったアップルの過去の方針を転換したものである。2009年9月9日にアップルはセキュアロムのセグメントオーバーフローという脆弱性で無署名の LLB がロードできるようになることを修正した iPhone 3GS のアップデートモデルを発売した。 iPhone 4S の発売後、Apple は2011年の第36週の後にベースバンド機器をインフィネオン製チップから東芝製チップに密かにアップデートした新たな iPhone 3GS をアンロックを無効にした。とはいえ、新たなチップは同じモデムファームウェアであるインフィネオン製チップを使っておりアップデートできなかった iPad ベースバンド 6.15-00YAT ザップの脆弱性が存在する。出展 Apple Newsroom カイブ。ありがとうございます。